ウィリアム・メリット・チェイスによる、宮廷道化し、宮廷道化しとは、中世、ヨーロッパもしくは、チューダー朝時代に、王族や貴族によって雇われたエンターテイナー。現在でも、歴史の再現を模した、ヨーロッパの催し物で見ることができる。中世の宮廷道化しは、色鮮やかなまだら模様の服装と、風変わりな帽子をかぶっており、先に挙げた、現代のものはこの服装を模倣している。 中世の宮廷道家師たちは、物語を語ったり、歌や音楽、アクロバットやジャグリング、記述など様々な芸を披露して楽しませてきた。また、おどけた調子で芸を披露し、当時の事柄や人物を笑いにした歌や話を創作した。本校では、一般的な宮廷道家師について説明し、歴史に関連なく流用、引用されている著名な例は、その他に記述している。 宮廷道化師を意味するジェスターという単語は16世紀半ば、チューダー朝の時代までは使用されていなかった。この時期よりも前は、様々な名称で呼ばれていた。例えばジェストアやジェストア、フル、ディスア、ボーダーなどである。これらの名称を持つものは、それぞれ得意とする分野は違うが観客を楽しませる役割において、多くの類似点を見ることのできるものである。笑う道化師。 1500年頃、ロイヤル・シェイクスピア・カンパニーは、愚者の役割について、以下のように述べている。王家では古くは愚者を雇い、中世には、宮廷道家師を召し抱えていました。ルネサンス期には、英国の貴族たちは、自由な振る舞いを認めた道家師を召し抱えていました。彼らは、他の召し使いと同様の服装なこともありましたが、多くは、 マダラ模様のコートとロバの耳がついたフードか道家の帽子と鈴を身につけていました。ペットかマスコットのように扱われ、主人を楽しませるためだけでなく、批判をするために仕えていました。エリザベス一世は、彼女の道家師に対し、あまりにも、厳しすぎると叱責したそうです。しかしながら行き過ぎた行動はムチ打ちにつながるかもしれません。リア王が道家師を脅した時のように、 愚者は二つのタイプに分けることができる。先天的なものと自由な言動を認められたものである。両者は共にその振る舞いを許されていたが、前者は愚かしくまたは狂っているように見えるので、どうしようもないという理由からその言動を許されていた。後者は取り決めによってその言動を許されていた。愚者であることは、王家や貴族の間では特権の一つとして認められていました。 その愚かさは、狂人のたわごととみなされることもありましたが、多くの場合は、神聖なものに触発された結果とみなされました。自然な愚者は神に触れられたのです。ゴネリルの不快感の多くは、ディア王が好き勝手にさせた愚者が、特権的地位を享受していることにあります。彼の特徴的な言葉は、人工的なものではなく、自然な愚者であることを示していますが、 その洞察力やウィットから見えるものはバカとはほど遠い人物です。やはり触れられた存在なのでしょう。デビッド・カーライオンは怪しげな伝承から生まれた大胆不敵で政治的な道化師に疑問を投げかけている。カーライオンは大衆文化がピエロに対して持つ感傷的なイメージを作家が道化師で再生産しているのである。学術分野ではトリックスターが同様で 分析として誤っていると自らの説を結んでいる。道家氏は誰もが伝えたくないような悪い知らせを王に伝えることができた。最良の例としては1340年にフランス艦隊がスロイスの海戦でイングランドに敗れた際の逸話がある。フィリップ6世の道家氏はイングランドの船乗りは勇敢なフランス人のように海に飛び込む勇気は 持ち合わせていないでしょう、と語った。ヘンリー・パッセイの道家師、ウィル・ソマーズ、17世紀の版画ジェームズ1世と、その息子チャールズ1世に仕えた、アーチボルト・アームストロング。辛辣な毒舌が愛され、王の側近、ジョージ・ビリアーズや大司教、ウィリアム・ロードさえも通馬したことで知られる。イングランドの王家は代々エンターテイナーや、自由な言動を認められた職業的な愚者を、 飯抱えてきた。芸人は、音楽やジャグリング、曲芸、謎掛けなどを披露した。ヘンリー・パッセイは、ウィル・ソマーズという名の道家師を飯抱えていた。エリザベス一世とジェームズ一世が治めていた頃、ウィリアム・シェイクスピアは後に、国王一座と呼ばれる、区内大臣一座で脚本を書き、演じた。道家師たちは、シェイクスピアの劇に登場し、フールドアポンフルを表した。 ロバート・アーミンは同契役を得意としていた。ジュニ夜に登場する同化師フェステのセリフには、賢いからこそバカを演じられるというものがある。スコットランド王ジェームズ六世もまた、アーチボルド・アームストロングという同化師を召し抱えていた。アームストロングは非常に大きな栄誉を与えられていたが、過度に思い上がり、あまりにも多くの人々を侮辱したため王宮を追放された。 このことは不名誉なことであったにもかかわらず彼の言動を記した本はロンドンで販売された。彼の影響力はチャールズ一世の知性におけるアイルランドの植民地化の頃はまだいくらか残っていた。チャールズ一世は後にジェフリー・ハドソンという非常に人気のある忠実な道化神を召し抱えた。彼は身長が低く忠実なドワーフと称された。 彼の芸の一つは巨大なパイに隠れて、そこから跳躍して現れるものであった。彼は、イングランド内戦では、王党派である、騎士党として戦った。マックル・ジョンは、チャールズ一世の三番目の道化師である。ミュンヘンの旧市庁舎にあるドイツの道化師像チャールズ一世が、イングランド内戦で敗れた時、英国における伝統的な宮廷道化師の歴史は、終焉を迎えた。五国 オリバー・クロムウェルが治めるイングランド共和国に、道家師の居場所は存在しなかった。イングランドの演劇界も痛手を受け、相当な数の役者たちがいくらか状況の良い、アイルランドへと移った。王政復古後のイングランドでは、チャールズ2世は、宮廷道家師の伝統を復活させなかったが、演劇界を強力に支援した、特にトマス・キリグルーを好んでいた。キリグルーは、道家師ではなかったが、 サミュエル・ピープスは、彼の有名な日記で、王の道家師である、人をあざけったり罵ったりしても、罰を与えられることはない権力を持っていると評した。英国貴族で最後まで道家師を召し抱えていたのは、エリザベス2世の母親の家系である、ーズライアン家であった。18世紀には、ロシアとスペイン、ドイツを除いて、道家師はいなくなった。フランスとイタリアでは、 旅回りの道化師たちはコンメディアでダルテにおいて様式化された人物としてパフォーマンスを行った。これは英国のパンチとジュリという人形劇の元となった。フランスではフランス革命と共に道化師の伝統は幕を下ろした。1968年に伝統ある古くからの愚者を復活させるためカナダ政府の組織であるカナダ芸術評議会は バンクーバーのヨアキム・フォイキスに3500ドルの助成金を与えた。21世紀になっても、道家市は中世をモチーフにした祭りやパジェントで見ることができる。古代エジプトにはファラオを楽しませるために道家市がいた。また、14世紀から16世紀のアステカで道家市は人気があった。ヤン・マテイコによるスタンチク戦5 1 4年の宮廷舞踏会。 スモレンスクがロシアによって陥落した知らせを受けて悩む、宮廷道化師ポーランドの有名な宮廷道化師、スタンチクは政治に関した冗談を話し、後にポーランド人の歴史的な人物となった。ドイツでは中世から民間伝承に伝わるティルオイレンシュピーゲルがいる。彼は宮廷道化師のように権力や権威をからかい政治を風刺した。17世紀のスペインでは、 小人や奇形を持つ者、特にそういった子供たちは、同化師として大家に召し抱えられていた。ベラスケスは、ラスメニーナスに二人の小人を描いている。マリア・バルボラとニコラ・ペルトサートである。マリア・バルボラは、フアン・バウティスタ・マルティネス・デル・マソの、模服姿の、皇妃・マルガリータでアウストリアにも描かれている。ベラスケスは、バルタサール・カルロス王子と小人のように他にもいくつか、 宮廷に仕えた小人を描いている。日本では13世紀から18世紀にかけて、大名に仕える法官という存在があった。彼らは主に踊りや話術を得意とし、相談役や世間話の相手となった。トンガは近代に入って、宮廷道化しを任命した初めての国家である。国王タウファーハウトポー4世は1九9九年にジェシー・ボグダノフを宮廷道化しに任命した。 ボグダノフは、後に投資に関してのスキャンダルを引き起こした。ポーランドのニエポーミツェにある道化志蔵フールの語源は、ラテン語のフォリス、風の袋、または空気や息が入っているものに由来する。タロットにおいて愚者は、ダイアルカナの最初のカードである。タロットにおける愚者は、足元に犬を連れて、のんきに、ジャグリングをしている男が描かれている。愚者は、無意識のうちに、 崖の端に向かって歩いている。他にも死神としても描かれている。中世では死神はよく道化師の服装で描かれる。これは最後に笑うのは死神だというフレーズに由来する。また道化師がどんな地位の人間でも楽しませるように死はすべての人間に平等である。文学においては道化師は常識と誠実さの象徴である。特にリア王において 宮廷道家氏は自由に発言できる権利を生かし主君に対し洞察と助言を行う人物である。これは彼が力牢に囚われた時に同じ助言をより優れた人間からされることで痛烈な皮肉となっている。最も身分の癒やしい道家氏が最も正しい助言者となっているのである。米粉は風変わりな見た目や言動で楽しませてくれるものに対する故障。 元々は馬鹿げているが面白い人間を表す言葉だった。この言葉は悪ふざけをしたり下品な冗談を言う者に軽蔑的な意味合いで使われることがままある。この言葉は方を膨らませるという意味の古いイタリア語のバフェアに由来する。オランダのカーニバルでは現地方言のキャバレーパフォーマンスとして残されている。ブラバントではトンプリオターもしくはソウェラーと呼ばれたルの中に入って、 パフォーマンスを行う。リンブルフではブートリドナーもしくはブータードナーと呼ばれ、ゼーラントではウアと呼ばれる。彼らは現在の問題について現地の方言で語る。時に地元の状況や有名人、政治家たちを笑いのにする。トンプリオターもしくはブートリドナーは同化死の後継者とみなせるだろう。2004年イングリッシュヘリテッジは、 ナイジェル・ローダーを国家的な道家師に任命した。355年前の王家に仕えた最後の道家師マックルジョン以来初めてのことだった。しかし道家師組合から異議が唱えられ、イングリッシュヘリテジは任命する権限がないことを認めた。ありがとうございます。